今回は Windows 版 Fimora バージョン 10.5 の新機能 AI ポートレートをご紹介します。 AI ポートレートは動画に映っている被写体を自動的に検出して人物の境界線を描き出したり、グリッチを追加したり、ぼかしたり、背景を消したり、いろいろな表現が簡単にできる強力な機能です。この動画では AI ポートレートの活用方法と使い方のコツをご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。まだ最新バージョンにアップデートしていない方は概要欄の URL から無料でダウンロードして使ってみてくださいね。使い方はとても簡単。エフェクトタブから AI ポートレートを選択して、お好きなエフェクトをクリップの上のトラックかクリップに直接ドラッグ&ドロップするだけですぐにエフェクトが反映されます。ダブルクリックすると範囲や強度を調整することもできます。最初に紹介するのは、背景を透過して映像と視聴者のリアクションを同時に見せたり、被写体の後ろに文字を追加して盛り上げる演出を追加する方法です。画面が切り替わらずに盛り上がっている様子が見えるので、一緒に見ているような気持ちになりますね。このような表現はグリーンスクリーンを使ってクロマキーで合成することが多いですが、 AI ポートレート機能を使うととても簡単に表現することができます。最初に背景になる動画クリップをタイムラインに追加、リアクションの動画クリップを一つ上のトラックに追加します。エフェクト AI ポートレートからセグメンテーションを上のクリップに直接追加します。すると背景が自動的に透明になるので大きさと位置を調整します。あとはリアクションのクリップを一つ上のトラックに移動して、シーンに合わせて背景との間にテキストを追加、さらに動画を盛り上げるように演出したら完成です。文字をキーフレームで動かすともっと面白く演出できるので、ぜひやってみてくださいね。この表現はゲームプレイ画面とプレイヤーを同時に見せたり、お料理の手元と調理している様子を同時に見せるなど、使えるシーンはたくさんありそうですね。次に紹介するのはダンス動画をかっこよく盛り上げる方法です。ダンス動画のクリップをタイムラインに追加して、 AI ポートレートのグリッチやボーダーをリズムに合わせて上のトラックに短く追加すると、アクセントになってかっこよく演出することができます。曲調が変わるタイミングでクリップを分割してセグメンテーションを追加すると、日常的な背景から異空間へワープしたような演出を加えることもできますね。今回はフィルムストックのエフェクトミュージックパックを使用しました。分割するタイミングにグリッチを追加して背景が変わるきっかけの演出にしてみてもかっこいいですよ。最後に縦で撮影した動画を高品質な横向きの動画に加工するテクニックを紹介します。スマホなどで縦で撮影した動画をタイムラインに追加します。この時選ぶ動画素材は 4K で撮影した動画だと綺麗に加工することができます。サイズとポジションを調整して画面いっぱいになるようにしたら、クリップを複製して上下のトラックにぴったり重なるように配置します。上のトラックに AI ポートレートのセグメンテーションを追加して背景を透明化、下のトラックが重なっているので見た目には変化はありませんね。次に下のトラックにエフェクト、ユーティリティ、チルトシフトリニアを追加します。すると背景をぼかすことができます。このままだとボケ感が強すぎるので、クリップをダブルクリックして調整してみましょう。ズームレンズで撮影したようなボケを演出することができましたね。いかがでしたか？ AI ポートレートを追加した動画をエクスポートするには追加購入が必要ですが、無料で全ての機能を試していただけるので、使ってみて購入を検討いただければと思います。また、Mac 版の Fimora にも近日中に搭載される予定です。Mac 版ユーザーの皆様には大変お待たせしておりますが、もう少しだけお待ちいただければと思います。今回紹介した以外にも簡単にいろいろな表現ができるので、いろいろ試してみてくださいね。
面白い使い方を見つけたら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が役に立ったら、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。通知もオンにして、新しい情報をゲットしてくださいね。それではまた。